悲伤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 。どうも秋山ペイソンです。はいどうも。ということでですね、本日はですね、弟が、ビートボックスを、若干やってまして、結構上手いと僕は思ってるんですよね。だからちょっと弟にね、いろいろビートボックスを教えてもらいたいと思います。それでは電話してみます。かけてます。はい、もしもし。はいはい。ビートボックスをちょっと教えてもらいたいってことで、なんかね、ちょっとお前がやってるビートボックスを俺がちょっと完コピしようかなと思って、なんかさ、1から5レベルまでのさ、ちょっとビートボックスをさ、ちょっと教えてよ。レベル1から。レベル1から。うん、レベル1から。いい？レベル1いける？あ、いいよ。ちょっとなるべく簡単なのね。じゃあレベル1お願いします。ぶっかかぶっこんみたいな。なんて言った？じゃあそれやってみますわ、ちょっと。合ってる？あ、じゃあ丸なら、ちょっと三角ぐらいだったらちょっと丸にして。ないよ。よし、これ丸いただきました。じゃあレベル2、レベル2来い。レベル2来い。いやいや、ちょっと難しくない？レベル2ちょっと難しいよ。まあいいや、ちょっとやってみるわ。レベル2いきます。はい。どう？まあ、まあって嘘。いや、俺普通に口で言ってただけだよ。バツに近い三角ね。バツに近い三角。ああ、でもまあ三角だから丸で。じゃあ次レベル3、ちょっと段階踏んでよ。2でもう難しいからさ。ちょっとレベル3じゃあお願いします。いきます。はい。難しい。ブカカカブココブカカブココブカカ。ちょっと難しいわ。ブカカカブココブカカブカブカココブカカ。お前もカミカミじゃねえか。レベル3いきます。ダメだ。三角？三角いただく？いやもう兄ちゃんに甘いな。とりあえずレベル5まで来たからね、全部ちょっと三角にしてくれ。レベル4。はい、お願いします。どんな顔してやってんのそれ。絶対こんな顔してるでしょ。もう一回やって。レベル4。あ、忘れちゃった。忘れたんかいな。ちょっとやってみるわ。うん、いきます。レベル4いきます。はい。どう？バズだね。バズかー。じゃあ三角にして、これレベル5聞きたいからさ。あ、いいよ。じゃあ三角、優しいな。だからお兄ちゃんに優しいな。じゃあレベル5お願いします。ちょっと5は長くなるかな。長くなる。 OK。 じゃあいきます。はい。トントンレレトン。